さあやっていきましょうか。落とします、落とします。そうそう、気持ちいい。レッチやっていこうか。おー、すげえ気持ちいい。はあ、これで爆発まで引っ込んだらなんか一気にいけるんだったね。あ、ごめんなさい、すいません、すいません、ご忠告通り、あのこれ以上弾の難しないようにちゃんとあの今から始末していきます。ところで彼どうやって入ってきたんだろうな。ありとあらゆるさ、今後先見てたらさ、あるじゃないですか、イーさんがこの先進んでいくステージとか。でもね、彼が入れるような、ね、横幅のところっていうのがね一切なかったんですよ。ってこと、彼どうやって入ってきたんだろうな。上からクレーンで吊るしながら搬入します、ピー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 って言いながら入ってきたのかな。あー、これまたなんかちょっと厄介そうだぞ。なんかすごい向こうで雷がビリ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 光ってんだけど、見える、みんなほらねえ、電撃ビリビリ、雨あられつ、10万ボルトと電光石火、電光石火じゃないね、電気ショックだね、と雷とね、なんとかボルトって、ワイルドボルトだったっけな。あー、そんなんがいろいろとね、重なってる感じがするけど。あれ、下出てく、あ、箱破壊しちゃって。下出てこないっすね。前回ハイゼンベルクの工場に入ってきて、で、今回ね、ちょっとハイゼンベルク工場をね、あの、荒らしに荒らしまくっていきたいというふうに思うんですけど、さて、あ、もう、出てきてるのがバレバレですね。はい。おすみ。出て、あ、また開けてくる。あー、じゃあ、そういうのやらないと。あー、なるほどね。だから、銃の威力に関わらず、なんかあそこのスカウターを破壊することで一旦はそのひるむけどダメージは通ってないっていうところなんですかね。イーサの戦闘力は52万なんです。フリーザより弱い。ああ、なるほど。うん、背骨がないですね。どうやって立ってんのって話、ね、お、あれないのか。さてと、ハウラーだよね、あの、ゾンビみたいな。あ、こいつこいつ。で、あと、ゾルダートっていうじゃないですか。まあ、今から出てくるんだけど、ゾルちゃんね。ゾルちゃん、おう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 。ゾルちゃんって、おう。で、あの、おっぱいにさ、弱点があるじゃないですか。まあ、男も女も乳首をクリクリされたら、まあ、弱いっていうのはあるけど、ゾルダートちゃんも、おっぱいを攻められたら、まあ、弱いっていうのは、まあ、ね、こう、ちょっともう人間の差が、まあ、元人間の差が、死体だけどさ、死体が多くて、よくよく考えてすごいよな。そういう意味では、T ウイルス超えてるよね。T ウイルスってさ、その死体じゃないもん、あの、死んでるわけじゃないもんね。活性死者、あ、ちょっと待って、なんか、あれ、進めてるこれ。っていう話じゃなくて、そんな話がしたかったんじゃなくて、ごめんごめん。あの、おっぱい以外を攻めまくって、生き果てさせるっていうことできるのかな？とか、今これ寝てるじゃないですか。ねえ。ほら。寝てるけど、これを、頭とか、でって、ここおっぱい、ほら、乳首、クリ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 してるでしょ？どう？皆さん、乳首どう攻められるんですか？クリクリ、それとも、ツンツン、それとも、あのグッと抑え込まれるのが好きなのか、あるいは何だろうな、つままれるのが好きなのか。まあこれで言ったらつまむくらいしかできないんだけどね。さて、ちょっと背中バコ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 っていって、これでダメージ通って、ああ、ちょっと待って、重いんで、ああ、おっぱい打っちゃった。ああ、乳首で生き果てたな、クスを。なるほどね。ぐるんぐるんレバーちゃんは下にあるわけですね。しまったな、乳首攻めちゃったな、それは行っちゃうわ。まさかあのタイミングで、ああ、振り返るとか、あの、全然ダメージ接点が取ってるあれでも、でもあの、この銃一発のダメージで生き果てるってことは、相当多分他で生き果てかけてたんだろうね。っていうことを信じて、はい。何を信じて、信じるって何って話だけどね。じゃあオープンセサミデレン便利なもんだ。これをね、すぐ使える場所にある置いてあるっていうね、こう優しさだよね。本当、初めてやった時はゾルダートとかも あの存在が怖すぎて何もやらなかったけどね。さて、おお、いたのか、びっくりした。あれ、ここいたっけ。こういうなんか曲がり角でね、出会うのが怖かったですね。曲がりくねった道でね。当てらんない、無理。おらら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 ら
くすすぎる。下手くそすぎる。ちょっと待って。当たんない。あ、なんかに当たってんな。これ見えないっていうのが、ここに来てちょっと、弊害になってきてるよね。とか、まあまあ、ここに来てずっと弊害なんだけどさ。やっぱり、ステージってちゃんと見えてないとダメって感じがするよね。これ、気になるけど、ダウンロードコンテンツさ、やるじゃないですか。ダウンロードコンテンツやるときに、まさかだけど、こんな世界になってやらないよね。初めてプレイするのに、まさかこんな世界線になっているとかだったら、むちゃくちゃショックだし、やりづらいし、本来味わえる感動がちょっと味わえないまま終わりそうな予感がして、すごく嫌なんだけど、大丈夫かな？どうなんだろう、そこら辺。これ、あれ？ほら、一体だけ。出てくる。あ、そうだよね。後ろに、うら、私隠れておまんねんっていう話だよね。わかったわかった。君ら地下帝国で働いてるんだから、地下帝国で働いてるかな。近い。びっくりした。もう、目の前に来られたら、そんな。ちょっと男に迫られるの、そういう趣味ないからさ。まだいたの？後ろになんかやってるけどね。まあ、くる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 回ってるのに、引き殺されなさい。ディシ。お金。お金。あ、ほんの桜さんなんだ。かわいい。かわいい。かわいいって変だな。これめちゃめちゃ難しい。あ、いったわ。全然難しくなかった。さっきから外しまくってたんだけど。シュイン。シュイン。シュイン。オッケー。ハウル。これは、あ、奥だ。で。登ります。あの柵たち一体何なんだろう。すごい気になるけどね。でこれ登っていって、ほいガチャコン、丁寧に置いて、しゃがんで、あれ、ちょっと、しゃがんで進みます。でここを、ああそっか、陳列棚に並べられているゾルダートの販売じゃない、バーゲンセールだ。1体300円から。まぶたをなくしたゾルダートだね。あ、でも腹筋なかなかあれだね。あ、よかったね、保護シートがあって。でこいつらって、なんかみんな似たような見た目になってるけど、これ開発していく中で、こうなってくるのか、こいつだけなんかすごい色が明るいんだよな。普通に始末しとくか。これダメージ取っておくのかな。RE2 とかだったらさ、なんか動き出すゾンビ、後で動き出すゾンビ、なんか死体感知すとかさ、あれはたまーにこちゃん足りないでしょ。80分詰めしといてあげる。なんか RE2 とかだったらさ、なんだっけ。あ、そうそう。死体安置所とかでさ、くたばってるゾンビいるじゃないですか。あいつを先に、その鍵取って動かす前に、獅子もいどいてダメージ与えとったらわーって動ける、動いた瞬間に死ぬっていうのがあるけど、こいつはそうはならないのかな。どうなんだろうな。いや、もうすごいな。なんかもう迷路よりも難しいんだよな、これ。合ってんの、進む道合ってるっぽいな。オッケー。よし、カチャ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 。これまあE さんを本気で仲間にしたいんだったら、ゾルダートで囲いまくってさ、最初のライカンに囲まれて、もうどうしようもないぜ、やべえ、百歩ってなってるシーンがあったじゃないですか。あれと同じように、ゾルダートで囲いまくってしまえばよかったんだね。うん。ライカン1分間って約3体ね。まあ、1分あったら、80体くらい倒せるけど、こっちは。え、それ本当？で、アイテムはこれ取り切ったっぽいね。オッケー、よし。じゃあ戻りましょうか。で、戻るところで、こいつが、ピーンって出てくるんで、あ、あと別ダメージ食らってないんだな。オッケー。頭打っちゃう。おー、なんか目玉がかわいそうなことになってる。え？体がすごい光ってる。あれ、あんな頭なってたっけ？ほいほいほい。あ、普通におっぱい以外でも、あ、でも今のあれだな。おちんちん打ったからだな。81発目の弾を作ってあげたから、多分、気持ちいいっつって、ダメだって。やっぱ、男はね、
前立腺と睾丸をいじってあげることで快感と興奮を覚えますから、そういう佐賀の生き物なんですよ。さてさて、じゃあこれ取っていきましょうか。じゃあ次進んでいこうかね。あー、いっぱい動いてるよ。なんか吊るされてますな。あ、まだ動いてなかったわ。なんかどうしても動いてる風な感じがしたんだけど、これをカチャンってして初めて動き始めるんだよね。こっちは降りれないと。プルン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 してるね。プルン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 はしてないか。ああ、あいつらぶら下がってる。で、こいつらの誰かが落ちて。ああ、いいさ。お前には失望したぞ。うう。お前とだ。もうあの、おっぱい、乳首以外に行かせることが分かった、行かすことができるのが分かったから、もう、乳首、いじるよ。誰やってんの？はい。あの女はな、俺たちを、レペゼンフォックスの DJ を吠えが、男だって乳首は気持ちいいんよってよく言ってるもんね。それはでも気持ち分からんでもない。お前に分かるか？すごいな、なんか裏側の世界がどんどん見えてくよね。ここにずっといたらなんか知らん、おー、何してんの、お散歩。ロンドロンド、何転んできてるんだってか。絡まれてんだよな。よし、じゃあこっち進んでいきやしょう。オッケー。あいつを殺せるだけの、めっちゃ爆発性されてる。これを一体一体潰されていくことに関しては、奴何も言わないんだよね。そいつらは俺の力の、ここってなんか出てくるっけ。力ある者が勝つ。違うな、これがあれか。俺の誘いを受けるべきだったな。多分そうだ。え、何が言いたかった。イカレ野郎め。なんかもうちょっとよくわからなくなって、なんかどっかのイカレ野郎がさ、ヒヨリでブラ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 喋ってるの聞いててさ、ういー、ではいはいはい、こけて、はい、倒れ方がなんか独特だよね。これまでになかった敵の倒れ方してるんだよな。面白いね。なんかよろめくのとかあるんだけどさ、なんか終わったらふーってなんか力が抜けていったような感じがしてさ。ライフォー金網がカッチカチなんじゃ。よし、登っていこう。皆さん注意してください。僕だんだん気持ち悪くなってきてます今。これ苦手な人は苦手だろうな。これで電源ついて、あー、そっか、まだもう一個あるんだった。これね、どのタイミングでね、寝てるやつが起き上がってくるのかちょっとよくわかんないからね、結構緊張するんですよね。いや、もうちょ暴れないで。コンクガン、こっからこっちから、ね、出てくることがあるんですよ結構。あ、ゾルダートちゃんね、まあ、音が今まだしてないから多分大丈夫なんだろうけど。オープンセサミ、まあ、初めてプレイする人とかはね、結構この感知式地雷ってすごい大事になってくると思うから、拾って使うっていうのをね、結構大事にしていただけたらと思うんですけど。あ、そうそう、こいつちょっかいかけたら起きる。起きてきたー、起きてきたー。でもちょっとお金が欲しいから開けてもらおう。ういー、あざすあざす。ちょっと待って、痛いやろ、よくやらん。ちょっと油断してたわ、お金欲しさに。まあ、強欲になっちゃうとああなっちゃうよっていう、ちょっと見せしめでしたね。回復会、まあ、回復会ってもいっぱいあるんでね。ほんで、こっち進んでって。ああ、そっか。リヴァイ兵長が来るんだった。これは中透けてないのね。こいつね、弱点を克服してるんですよ。後ろ回り込まないといけないっていうね。おる。あ、こいつもスカウターつけてたのか。スカウターつけてるんだったらさ、明らかにさ、こっちの方が、戦闘力高いっていうのがわかるから、もう、普通に逃げてったらいいのにね。ほら、かわいそうに。で、結晶化した機械心臓。ゴチです。よし、じゃあ次に進むところまで戻ってきたから、一旦拠点まで戻りましょうか。ね。うん。これもでもタイミングよく落ちてくるもんだよね。本当に。OK。特に何にもないですかね。よし、じゃあここでピッとやって。
おお、こんなところにゾルダードいたんだ。ジェットストリームとさ、あとこの先進むと、またこの先全然覚えてないんだよな。一旦戻ってセーブですね。あのジェットパックつけたゾルダードとさ、あとなんか全身もう鋼ちゃんになったゾルダードとか、どこで製造されたのかとかってあんま記載がなかったけどね。なんかそれがいっぱい並んでるところとかもあったら面白かったりしたんですけどね。普通のゾルダードしかいないじゃないですか。なんかあそこら辺でプル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 やられてるのとかね。また寝てるよこいつ。いいところにちょうど暇していたところです。後半になって退屈してきてんのか。それ良くないよ。ということで、いよいよね。これがあれば大勢殺せま。ようやくた、ためられたんだね。これで何発くらい増えたんだ ?8 発か。なるほどね。まあ、普通に改造するよりはあれなのかな。で、じゃあね、次回からね、また、もちろん向上進んでいきたいというふうに思いますので、ね、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね、お待ちいただけたらと思います。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いできたら嬉しいです。では、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。角打ってる。バイバイ。